うわ、町っぽい。すごい。めっちゃ町っぽいな。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。さてさて、ここね、ここ人住めそうだね。あ、道が一箇所水没してるわ。あ、でも気にしてないみたいだね、みんな。いいよ、うちの車水陸両用だし、みたいな。すごいな、たくましい市民の皆様。ここも復旧できます。あー、地下鉄駅。ここ道路壊れてね、ここだけ。あ、まだ残りがあるな。これは、これ違うな。え、これなんだ、これなんだ、あ、なんだこの道路。これ繋がってるように見えて、繋がって、あ、繋がってるな。人の行き来がある。あ、車も行ったり来たりできるね。なんだこれ、なんか闇の道路発見した。いや、活気が戻ってきたな、うちの町も。よかった、本当によかった、安心した、市長として。なんかこの、やばい、良くないことが起きてる。市民にとって私は悪魔みたいな存在なんだろうなってたまに思うんですよ。でもそんなことはない。彼らのために僕はいろいろやっている。自信を持とうな、みんな。自信を持とうな。決して今やっていることは間違いじゃないって。人間諦めなきゃなんとかなるもんだな。一時はダメかと思ったよ。ちょっと電気届いてないけど、やっぱこれダメなの、やっぱこれダメなんだな。どう？あ、違うな、手前だな、ここもだな。ここも怪しいな。なんだこれは、複雑回帰でございますね。ね、本当は電線なくなるように街を作るのがいいんだろうね。まだまだ繋がってないところがたくさんある。あ、確かに災害対策本部に何本も繋いだ方がいいかもしれない、電線を。ここだね、こうとこう。まあ結局この辺が雷雨でやられる感じになったら、まあ全部壊れちゃうんだけど、まあこっちの方がね安心感はあるよな。あとはこれなんだ、十分な商品がありません。なんでだ、これ貨物鉄道じゃない、貨物鉄道。これ貨物鉄道引き込みたいでしょ。ちょうどいいところあるじゃん、ここに。ぴったり。ここでしょ。これ素晴らしいでしょ。貨物鉄道はわせます。で、ここにですね、線路を引き込みます。まずは線路を直します。壊れてしまった線路を直すと。あとはどうやって来るかだな。これ山危ないからな。山危ないし、ここはあの地図の中心になるから危ないし、これどの経路で来るのが一番安全かですね。境界の縁を通っていくのが一番安全かな。いや、地下も地下でさ、隕石とか、隕石地震陥没が危ないから、これ縁通すわ、縁。あとなんかさ、これは好みの問題だと思うんだけど、電車は上走ってた方が良くない、見えるところ走っててほしくない。これいいんじゃない、なんかすごいすごい穴もあるけどね、線路見えてた方がかっこいいよな、これな。来ました、これで、貨物鉄道が入れるでしょう。あとは需要が伸び始めております。ここの区画がまだ使えるね。ここの区画は住宅の区画にしちゃいましょうか。で、新しい場所を開発していかないと、例
さすがにもう物が置ける場所が減ってきてるね。どうするかな。この街を大きくするの手なんだよね。実はこのぶっとい道伸ばすじゃん。あーでも山なんだよな。これどうするか結構考えなしに始めちゃってるからな。ここ山沿いにヒュッて行かせて、ここに接続する。あいいね。でここに接続してこの辺だけ太い道路に変えちゃって、でまた太い道がこっちにこう流れていくような感じで行けば新たな街が出来上がる。ちょっとそれ行ってみようか。素敵な街開発やっていこう。今までそんなにやってこなかったこういう、なんだろう、物語感物語感。これでこうでしょ。でここ通す、ここ太い道路に変えます。あはははは。植物園さんが邪魔だなこれ。植物園さんちょっと移動願おう。移転します。大きい通り沿いに移転します。ここまで国道でしょ。ここまで国道で、ここからまた逸れていくみたいな。これ電気切れちゃった分は後でまた復活させよう。あ、なんか良くないこういうのなんか良くないこういうの。これが街よ。というかここに風力がもう限界なのでは。いや違う、これを移動させて、ほら風車の横を通るのよ。いいね、のどかで。これでほらここの街のさ需要がすごい上がるでしょ。前までは地下鉄乗ってガタンゴトン揺られてこっちの都心に行くしかなかったんだけど、今大きい国道が通ったので簡単に都心に行けるようになりますね。これは便利でしょう。文明開化よ。じゃあ、事務所区画を建てていきたいね。あの産業の需要が伸びてるから。あと商業の区画も建てていきたい。ただここ結構まだ開発の余地あるんじゃね。なんか平地がないな。平地がないからな。ここ欲しくない。ここ買おうぜ。ここの地区買います。購入。いいね。危なかった。実は今めちゃくちゃ危なかった。結局都心を大きくするような方向性にはなりそうだ。でこの今2車線のこの道路、真ん中に木とかも生えてないこの2車線の道路をこんな感じで、ほら良いではないか、良いではないか、お代官様。よし。でこちら側に、都心を大きく広げていきたいなと思います。これはなんだ。待って待って、このふざけたものはなんだこれ。ポンポンお城公園だ。ポンポンお城公園ちょっと移転で、ポンポンお城移転の巻、こんな感じで大きく伸ばしていきましょう。とはいえ普通の5番の目の街になっては面白くないんで、ただ今回は直線直角を基調とした街づくりをしていければなと思いますね。意外と考えながら今道を立てています。ここさ太い道路の方がいいんじゃねえかな。ここ太い道路の方が良さそうだな。これ4車線道路、真ん中木のやつにします。ちょっといろいろ立ち抜きが発生してるけど、これ真ん中木のやつにするわ。なんかこの辺やばいなこの辺やばいなえ、なんでここ一回細くなるんだ。これまたいるな。あ、いた。よし、これまっすぐこうドーン、これまっすぐドーンよ。うわ街っぽいすごいめっちゃ街っぽいな一箇所ぐらいいつもの俺の街しょうがねえな。後でな、あれでしょ、
あまりにも綺麗すぎて驚いちゃってるんでしょ。あ、この人え綺麗に道はわすことができるんだみたいな正直ちょっとドン引きなんですけどってやつでしょ。意外におしゃれな道が引けてます。こっち側のあれだね、装飾が窓だね。でもやっぱこういうとこってこうなっちゃうんだよな、こうなりがち。でもそうはしたくないときは、むずいな。ここいらないかな。ほらほら、ここがないことでちょっと全体が締まったでしょちょっと何言ってるかわかんないと思うけど、俺自身が何言ってるかわかんないからな。おー、素晴らしい。こうだな。じゃあ水道を立てます。これ水道をちゃんと、いつもみたいにぐるぐるしていない理由はあれなんですよ、災害対策なんですよ。違法バンブシ脳みそ蒸発して普通の道路を引き始めるこれはまさかの事件だな。街作るには多少脳みそが蒸発していた方が綺麗に、開発ができるとね。また一本論文が書けそうだな。ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますのでそちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。